今久しぶりにファンの皆さんと会えるということで、はい、えちょっとドキドキしてます、はい、で日々まこの「今まどこ」そしてその前に出した「エンターテインメント」というアルバムこの2枚ができたということは僕たちの誇りですねこの「今どこ」は今のところ僕たちのベストパフォーマンスといえますね まさにあのおっしゃる通り僕も見ながらですね実は思いついた映画が2本あってですね1本はスコセッシュのまさにラストワールドでもう1つはジョナサン・デミが撮ったストップメイキングセンストーキングヘッズの映画ですねこの2本に結構匹敵するようなすごい一種映画ライブなんだけど映画だというクオリティこの映像作品として見た時に私は実は映画も専門にしているジャーナリストでもあるんですが一言で言うと いい役者がこんだけ揃った作品。まあ、そうですか。と、本当に思ったんですよ。みんなこんな個性がバラバラなのに、こんなに舞台の中に一体感があると、これなかなか映画を探しても、なかなかないな。それ嬉しいですね。実数と僕も今回のライブ見てあ、みんなこんな感じなんだって初めて知ることも多かったですね。バンドは6人それぞれぞが、うん えと演奏することで良いアンサンブルを作ってるんですね、はい、キーボードがあり二人あギターがいてアンサンブルをしっかり組んでるで特にこうした映画で撮っていただくとそのアンサンブル感がよく、うん、あのファンの人たちも見えてくると思うんですよね、うん、そこを楽しんでいただければと思いますうん、うん、で今日はねこの映画を撮影した監督も来てくれてるんですよありがとうございます もう佐野さんの中に明確にこういうライブドキュメンタリーとしてえ映画のように撮りたいというコンセプトがしっかりありましたのでえそれをいかに具現化するかということでまあ例えばカメラのレンズだったりとかカメラ位置も含めてえできる限りドキュメンタリーとしてこうやってバンドの今を残そうということで撮らせていたただきまし、ね、4K のキャメラ21台,、はい台はい、それは大変コストがかかります。そうですね、はい <laughs> <laughs> そして僕はまさに先ほどこのイベントの前にちょっと監督に僕が最初に質問したのはこの画面のサイズが今回1対2.39といういわゆるまあ映画で言うとシネマスコープと言われているようなサイズですがえとアナモルフィックレンズは使えましたかという質問をしたところ使っってらっしゃるるカメラがあると、はいねはい、本当にあの映画を撮るようなこう光のこう陰影だったりとか。 きれいに出るようなカメラなんですけどもそれをこう佐野さんの一番いい位置のカメラはそのレンズで撮らせていたただきまし見るとはっきりと分かると思いますあのアナモルフィックレンズが持っている特有の歪みとか光の入り方というのはそのやっぱ映画が持っているまさに佐野さんがおっしゃった映画的なルックというものが見事に捉えられていたので見たときにこれは映画だぞと。のこの映像を見る上で 須監督に伺いたいんですけど、ど、はい、コヨーテバンドっていうものが主役なんだという編集になってると思うんですが、どのようにして膨大な素材の中から最終的に編集が行われたんでしょうか僕も本当にで子どもの頃から s a さんのライブ拝見してきて、ハ、えーアトランドからずっと見てきて、今、コヨーテバンドのライブが本当にかっこいいなと思っていて、ですね、うん、だからこそ、ここはこのギターフレーズを取りたい。ここは このベース絶対手元を入れたいみたいなことがありましてあの皆さんも納得していただけるようなバンドの姿が映っていると思いますこれはずっと佐野さんに伺いたいと思っていたことなんですが、はい、佐野さんはものすごくライブをしている時にお客さんのことをよく見てるなって思うんですようん、うん、見てないですおおそうなんだ、はい 青春の上のメインシンガーはまあ今みたいにピンスポットがガッときますからそれでまあかなり眩しくって皆さんそうなんですね顔がよく見えないですライブハウスだと見えますけれども今日ぐらいだとちょっとよく見えない今日のライブ見てください <laughs> 本当に佐野さんが客席見てるように見えるんですよ <laughs> <laughs> そうですね <laughs> あ、その分僕すごい見てますからあ、倉川さんが見てますちょっと後ろなんで 皆さんの顔をよく見えるんですよ分かった今回はまた、えー、と背景に文字を出したり、はい、映像を出したり、うん、そこを大変工夫しました、うん、僕らのパフォーマンスプラス、えー、と背景に映像からリリックがあるだからそれをトータルでアートとして楽しんでもらえるようなそういうショーをやりたかったでフィルムはそれをうまくあの記録してくれていたので えー、そううしいですね、うん、こうしたものが記録に残ってうしい。うんまあ、一つ、まあ、これが今おっしゃってた通り、今の到達点だと思うんですが、はい、この先には何が待っているのかと。まあ、とにかく「どこ!」というプロジェクトはもう3年がかり、レコーディングからはじかあ振り返ってみると、もう3年がかりのものでした、はい、ツアーが終わるまで。なので本当に僕らやり終えた後は もう今どこのロス,ロスの感覚があってどうしようかっていう感じでした。はい、でただつい最近からまたバンド集まってスタジオで、はい、あの少しずつレコーディングを始めているよねあさってもありますよあさってもあります。 膝を手術したりしてぼんやりしてたんだけど、今ようやくテキパキ動けるようになって嬉しいですね。もうテキパキ物事を進めていきたいなっていう今です。あのぼんやりはしてなかったと思うんですけど、確かに頑張りました。頑張ってました。ぼんやりしてたらこれ出てないです。から。クイックに動きたいんだけどテキパキ動かなかったなるほど。来年はまあ自分がデビューして四四十。 あ35かないす,すいません、来年はデビューして45年目、そして、ねはい、バンド結成、コ、うん、レドバンド結成20年というダブルのアニバーサリーなので、はいまあ、その時きにやっぱ応援してくれたファンの皆に楽しいことを返したいという気持ちが強いですから、うん、今からいろいろと準備をするぞって感じです。そうです えー、この今はどこというフィルム、えー、とにかく形にできてよかったって思っていると思います、この喜びを今夜、皆さんと一緒にシェアできたら、もっと嬉しいですね、楽しんでください。ありがとうございます。<laughs> じゃあ、本日のスペシャルゲスト、佐野元春さん、そして高久明義さん、羽生元彰さん、そして那須監督でした、皆さん、盛大な拍手でお見送りください。はい <laughs>